マサルの勉強部屋高度共通試験午前対策編、今日も頑張っていきましょう。はい、それでは今回からデータベースに入っていきましょう。まずはデータベースの品質項目を押さえて概要を押さえていきたいと思います。それでは始めていきましょう。データベースの品質項目の整理です。まずデータベースの項目でよく出てくる話としては、リレーショナルデータベース RDB とも書かれます。ここの用語をしっかり理解しておきましょう。まずはテーブルとかカラムとかレコード、そしてフィールドですね。大きくはこういった言葉理解しておきましょう。わかりやすいようにこちらに書いておきました。RDB よくわからないという方は、Excel をイメージしてもらうとよくわかりやすいと思うんですけど、表を使ってデータを管理するんですよね。なのでこの用語に関してはちょっと Excel に絡めてお話ししたいと思います。このテーブルというのは Excel でいうところのシートですね。でカラムというのは Excel でいうところの列、そしてレコードというのは Excel でいうところの行で、フィールドというのは Excel でいうところのセルです。このようにもし RDB よくわからないという方は Excel と紐付けてですね、覚えてもらうといいかなと思います。そしてその中でよく出てくる話題が主キーですね。主キーというのは表の中で一つだけ設定することができます。制約事項ですね。主キーになるための条件というのは一位制約、重複が認められない、非ナル制約、ナルが認められない、この2つの制約があります。そしてあとはキーの種類として候補キーというのもあります。表の中に複数存在することができます。で、主キーの候補となります。制約事項ですね。これは一位制約、重複が認められないというところですね。この主キーと候補キーの違いというところも覚えておくといいと思います。そして次は外部キーです。外部キーは他の表の主キーまたは候補キーを参照する項目です。この外部キーになるための制約というのは参照制約ですね。データが存在するようにするというところが必要です。ではどんどん続けていきましょう。データベースの品質項目です。関係演算という話も出てきます。選択であれば条件を与えて該当するレコードを抜き出します。この横ですね、レコードです。そして遮影であれば指定したカラムを抜き出します。なのでこの縦の列ですね、抜き出します。そして結合というのは複数の表テーブルを結合して表示することができます。では次に行きます。データベースの設計についてはこんな話が出てきます。ER 図って話ですね。エンティティリレーションシップです。データベースや情報システムでデータを編成するときの設計図としてこういった ER 図が使われます。 ER 図の問題は多重度を読み取る問題がよく出てきますね。なので多重度を読み取って形態を把握するということが必要になってきます。あとは正規化理論の話もよく出てきます。不具合の発生を防ぐためにこの正規化ということを行います。よく間違い選択肢として高速化が目的ということも書いてますが、高速化が目的ではありません。不整合の発生を防ぐのが正規化の目的です。で、正規化をするためにはどういうことをするかっていうと、冗長な部分を排除するということですね。非正規化、第一正規化、第二正規化、第三正規化、さまざまな正規化出てきますのでしっかり押さえておきましょう。あとは SQL 文も出てきますね。セレクト文の読み取りだったり、グラントはアクセス権を与える、リボークはアクセス権を取る、このような代表的な SQL 文は覚えておきましょう。あとは DBMS ですね。データベースの管理システムで、データ操作には大きく2種類があって、 DDL だとデータ定義言語クリエイトなどですね、 DML だとデータ操作言語セレクトなど、このような2つ大きく分けられますよというところも狙われやすいので覚えておきましょう。あとはアシッド特性ですね。これはトランザクションが持つべき性質として挙げられます。原始性、一貫性、独立性、耐久性、それぞれの頭文字を取ってアシッド特性です。ここで出てきているトランザクションについても少しお話ししておくと、目的を持つ業務処理のひとまとまりのことをトランザクションと言います。あとはロックの話題も結構出てきますよね。共有ロックであればデータ参照することができますが、更新することはできません。占有ロックであればデータ更新することができます。あとはデッドロックの話題もよく出てきます。複数実行中のプログラムがお互いに結果待ちとなり動かなくなる事象のことです。これは資源のロック順を整理することで回避することができます。こういった回避策についてもここで覚えておきましょう。では最後に障害回復についてキーワードまとめておきましょう。ロールバックであれば実行した処理を取り消してデータを後ろに戻すことです。ロールフォワードはまだ実行されていない処理を実行してデータを前に進めることです。ロールフォワードに関しては障害復旧時に行うので滅多に発生することはないです。そして次、チェックポイントはディスクと同期を取るタイミングです。データベースは入出力向上のためにログを書いてから、その後一定間隔でまとめてテーブル、ディスクに書き込むんですね。
なのでこの一定間隔でまとめてディスクに書き込むタイミングのことをチェックポイントと言います。はい、それでは今回はデータベースの品質のキーワードについていろいろ情報をまとめてみました。今聞いてわかるように結構覚える分量多いんですね。その割コード試験の午前1であれば出題される数は1問か2問です。データベーススペシャリストの方は全て覚える必要があると思うんですけど、それ以外の方に関しては分かりそうな問題に関してはトライしてみて、ちょっと考えて難しそうな問題であれば他の問題、自分自身の専門分野に対して注力するのがいいかなと思っております。はい、それでは今回はデータベースの品質項目について情報をまとめてみました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画参考になれば高評価いただけますととても嬉しいです。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。マサルの勉強部屋では自分自身の勉強内容をシェアして成長したいエンジニアの皆様に価値ある情報を発信できるように頑張って動画を作成しています。もしまだチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録をしていただけますととても嬉しいです。これまでの動画については概要欄にそれぞれ URL 貼ってますので、ぜひ覗いてみてください。突破口 .com 様のガッキーさんと一緒に作っている IT 用語動画指導もとてもおすすめのツールです。ぜひ使ってみてください。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。